ピチカが入れます。ニアサイド、おお、ボレーシュート、こぼれ球、ハンドをアピールしています。アダユートン、アダユートン、こぼれ球シュート、最後は阿部が狙いました。しっかりボックスまで入ってきましたね、うん、さあカウンター、いや、ディエゴ・ピトゥカです。ショートでつないで上田綺世、上田持ち出して折り返しシュート、ナイスキーパー、おっとファンアラーノです。上田綺世、上田シュート、ファンアラーノ、アラーノ残して上田が来た、上田綺世、ここ押し込めませんでした。ピトゥカが巻いてきます。ヘディング、アルトゥール回帰、ゴールで応えた回帰、フリーでしたね。アデイトが遅れていきましたけども、ピトゥカが少し長緩めのボールというんですかね、少し高いボール入れてたんですよね、はい、にもかかわらずフリーだったというところでしたけども、回帰もいいタイミングで入って、上田綺世の前にジョアン・オマリが体を入れましたが、奪い返した上田、そしてファンガラーのレオシルバー、シゲがカットして、これも高い位置から奪い返した。さあチャンス、鹿島、アルトゥール回帰、アルトゥール回帰、右を使ってファンガラーのシュートか、ファンガラーの、上田が前を向く、上田、上田綺世、長いの落とし、うん、ちょっと合わず、ファンガラーノから上田、レオシルバ、スペースに出てきたのはファンガラーノ、逆サイドには甲斐もいます。おっと、土井がブロック、ね、土井翔馬折り返し、後ろから上田綺世のシュート、もう一度上田綺世、これも取ってからですよね、奪ったところで、おい、一つ起点になれますからね、上田が、はい、そこから土井のタイミングも良かったですし、ここですよね、ここで体を入れるタイミング、土井非常にうまかったですね、はい、上田も最後のところは少し一回シュート失敗しましたけども、ここで一回我慢したのが良かったですね、はい、相手の状況を見ながら、寄せてこないんであれば時間をかけて落ち着いてシュートに来ましたよね、ここですね、うん、よく見ましたね、さすがストライカーって感じでしたね。収めてアダイボレーシュート、数的優位を作りました。鹿島、泉どうする、自分で行く泉、泉持ち出して折り返し、ピッツカがまたふわっと落としてきました、うん、こぼれ球は上田、おつながった、レオシルバ背後に出た、おっと、さあこれは完全に抜けた荒木、森重が止めに来る、荒木行った、荒木が行った、いい、そして鹿島は